山寺は、主に統一白木時代の頃から、朝鮮半島南部の山中に築かれた僧院のことで、中には、現代でも、なお仏教の信仰、修行、生活が一体化した空間として、宗教的実践の伝統が保たれている僧院もある。山寺は韓国に七百八十五箇所現存するが、その中でも七世紀から九世紀に開かれたと伝わる七寺が代表的とみなされ、 山寺、韓国の産地総院の名で、ユネスコの世界遺産リストに登録されている。通度十気石寺大鳥定寺宝獣寺朝屋寺、千岩寺太閤寺高生資産の位置、関係韓国の山寺が世界遺産の暫定リストに記載されたのは、2013年12月12日のことで、当初の名称は、韓国の伝統的山岳物事群となっていた。これが名称を変えて、 正式推薦されたのは2017年1月26日のことだった。人里離れた環境に創員が築かれることは仏教では珍しいことではなく、すでに世界遺産になっている東アジアの文化遺産でも、例えば五大山にはそうした山寺が多く含まれている。しかし、世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は現地調査も踏まえた上で、 推薦国が主張する独自性を認め、同教との集合が認められる五代山や、神仏集合が認められる日本の寺院などに比べ、集合の度合いが小さいと判断した。また、さらに範囲を広げて、アジャンターセックス寺院バガンなどと比較しても顕著な普遍的価値が認められるとした。ただし、その価値を認められるのは、推薦された七寺のうちの四寺のみとし、 残る3次は規模の点や歴史的重要性の明瞭さに難があるとし、それらを除外した上で4次のみの登録を勧告するものだった。しかし、韓国の外交部と文化財庁は世界遺産委員会の委員国への交渉を行い、その年の第42回世界遺産委員会では推薦された7次べてによって世界遺産としての価値が示されると認められ、 全会一致で7時すべての登録が決議された。韓国にとっては、くだら歴史地域以来3年ぶり、13件目となる、世界遺産リスト登録物件である。世界遺産としての正式登録名は、英語、サンサ、ブッディストマウンテン・モネステリス・イン・コリア及び、フランス語、サンサ、モネステリス・ブーディス・ツ・デ・モンターニュ・イエヌ・コーである。その日本語訳は、以下のような揺れがある。 なお、韓国の公式サイトの表記は、となっている。以下の7字が登録されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。